皆さんこんにちは。マイナビ仙台レディースに所属している宮澤ひなた選手、すでに日本代表合宿に招集された経験を持つ現在23歳の選手です。注目され始めた2018年シーズンにおいて高校生ナンバーワンルーキーとの呼び声が高く、当時から将来のなでしこを背負っていくと目されていた選手でした。なでしこリーグ開幕戦のセレッソ大阪海レディースとのゲームでいきなり初ゴールを決めたのも印象的でした。今回はそんな宮澤ひなた選手のこれまでの経歴やプレースタイルに関してまとめていきたいと思います。また可愛いと評判ですが、彼氏はいるのでしょうか。まずは宮澤ひなた選手のプロフィールを見ていきましょう。宮澤ひなたさんは1999年11月21日生まれ、神奈川県南足柄市の出身です。身長160センチメートル、利き足は右足、ポジションはミッドフィルダー、フォワードです。所属クラブは2018年より日テレベレーザ、2021年よりマイナビ仙台レディースに所属しています。宮澤ひなた選手はなでしこジャパンの中でも可愛いと評判です。世代別日本代表で同世代の植木理子選手と長野風花選手と並んでチームの顔的な存在が可愛いと称されていますが、この世代がなでしこジャパンの中心となっている頃には人気も出そうだと言われてきました。これまでも川澄奈穂美選手や岩渕真奈選手、猶本光選手らのルックスに話題が集まることもありました。そうなると宮澤ひなた選手にも注目が集まるくらい活躍に期待したいところです。そして気になる彼氏の存在ですが、注目されるようになった18歳当時は特に情報はありませんでした。宮澤ひなた選手の現在の熱愛彼氏や結婚の噂についても調べてみましたが、信憑性のある情報はありませんでした。年齢的にもまだまだお若いので、今は恋愛よりもサッカー一筋なのかもしれません。恋愛がスポーツに良い影響を与えることもあるでしょうし、素敵な恋をして幸せになってもらいたいものです。宮澤ひなたさんの出身高校や大学についても調べてみました。高校は星槎国際高等学校の出身です。サッカー部が神奈川県内では強豪校として知られているようです。宮澤ひなた選手はルックスも良いですし、星槎国際高等学校は男女共学なので彼氏がいたとしてもおかしくはありません。高校卒業後は大学へは進学されていないようです。高校サッカー選手権は1回戦で敗退してしまいましたが、宮澤ひなた選手はエースとして活躍しました。また中学校は南足柄市立南足柄中学校に通っており、中学時代は神奈川県の中郡大磯町にある星槎湘南大磯総合スポーツクラブの女子ジュニアユースチーム OSA レイヤーアンダー15に所属し、日々練習していました。ここで宮澤ひなた選手のプレースタイルを紹介していきます。ポジションは左サイドハーフ、トップ下、フォワードです。小柄ですが 50m5秒6 の俊足を生かしたドリブルが最大の武器となっています。両足を使い相手の寄せる角度をずらしてから俊敏性で抜き去ります。中間ポジションでボールを受けてターンし、前を向いた流れでドリブルもしくはシュートできることが特徴と言えるでしょう。有識者によれば、相手が前にいる状態からシュートを決めるプレーを磨いてほしいと当時述べていました。シュートもあると警戒すればスルーパス、ドリブルがさらに生きてくるとしています。またドリブル時にも周りが見えていて、スルーパスを含むチャンスメイク力もあるとしています。相手のディフェンスラインと中盤のラインの間に入って仕事ができる選手なので、そのスペースに自分でドリブルを運ぶことができることと、そのスペースを見つけてボールを受けることの両方ができるのが素晴らしいとしていました。スピードがあるので中間ポジションだけではなく、ディフェンスラインの裏のスペースへの飛び出しからゴールできるところも相手としては止めにくい選手と分析していました。当時日本代表として活躍していくためには守備のデュエルの強さと戦術理解度が求められるとしていました。強いフィジカルコンタクトと速い寄せの中でも、相手をかいくぐって持ち前の技術とスピードを発揮できる判断の速さとメンタリティも問われることになると見られていました。ただ若干18歳当時にここまで綿密に分析されていたことを考えると、宮澤ひなた選手のポテンシャルの高さが垣間見えます。
2019年11月7日、日本サッカー協会は、福岡県北九州市内で活動中のなでしこジャパン、メンバーの変更を発表したことがあります。発表によると、ミッドフィルダーの宮澤ひなた選手が怪我のためチームを離脱するというアナウンスでした。宮澤ひなた選手は、フォワードの田中美奈選手の負傷離脱により、追加招集されていましたが、同選手も負傷離脱を余儀なくされることになったのです。なでしこジャパンは来る11月10日に北九州スタジアムで開催される MS&AD カップ2019において南アフリカ女子代表と対戦することになっていました。怪我のためとはいえ、せっかくのチャンスだったでしょうから、本人が一番の無念だったことと思います。さて、2023年7月20日に開幕した FIFA 女子サッカーワールドカップ2023世界一奪還へ新生なでしこは同月22日ザンビア代表を相手に初戦を迎え0対5で快勝スタートとなりました。その女子日本代表のキーマンの一人がワールドカップ代表初選出の宮澤ひなた選手、23歳です。現在のなでしこを率いる池田太監督が率いた2018年のアンダー20女子ワールドカップでは、決勝のスペイン戦で先制点をマークし、ヤングなでしこの世界一に大きく貢献した選手でもあります。悲願のフル代表入りを果たした中、そこには家族との特別な思いがあったといいます。代表発表を受けた記者会見、宮澤ひなた選手はこう語りました。発表で名前が呼ばれたと同時に、まずお母さんに電話して、二人で泣いて、いろんな感情が込み上げてきた瞬間でした、としています。3歳上の兄の影響でサッカーを始めた宮澤ひなた選手。実はサッカーに打ち込む兄弟を女で一つで支えてきたのが、母の高代さんでした。その時の様子について宮澤ひなた選手は、パートを二つ掛け持ちしていましたね。自分が小学校の時からずっとでした。スパイク欲しい、ボール欲しいと小さい頃は無意識で言っていましたが、当時お母さんはどんな気持ちだったのかなと今振り返れば思いますと話します。そして母高代さんは、遠征にはお金は出せないと言ったことが一回あって、ごめんねって言ったことあります。母子家庭だからさせられなくなるとか、それは自分の中で許せなかったですね。そう当時を振り返ります。そんな苦労を経てのフル代表入りとなりました。母への感謝、そして恩返しの時が迫っていたのです。宮澤ひなた選手は4年前のワールドカップでは代表選考から漏れ、代表メンバーのトレーニングパートナーを務めた経験の持ち主でもあります。ついに掴んだなでしこジャパン代表メンバーの座、そこでの飛躍をこう語ります。宮澤ひなたさんは、本当に代表って自分の特徴に自信がある選手が集まっている場所だと思うんですけど、スピードは誰にも負けたくないというのはありますとまず述べます。宮澤ひなた選手の最大の武器は 50m 走6秒8のスプリント力です。スピードを生かしたドリブルだったり、裏への抜け出しだったりというところは強みというか自信がありますと力強く語りました。そしてアンダー20女子ワールドカップで共に戦い、世界の頂点に駆け上がった指揮官への思いをこう語ります。アンダー20で一度世界一を取っていて、次はなでしこジャパンのフル代表としてやっぱり世界一取りたいですし、もう一度太さんを世界一の監督にしたいですと述べています。世界一奪還へ新生なでしこの戦いが始まっています。いかがだったでしょうか。今回は宮澤ひなた選手のことについて深掘りしてきました。日々熱戦の結果が伝えられてくることでしょう。世界一を獲得したのが随分前です。そこからいろいろなことを模索してきたことでしょう。さまざまな選手の活躍の土台があり、今日があります。宮澤ひなた選手をはじめ各選手には自信を持って試合に臨んでほしいと思います。そして念願のワールドカップ日本代表入りをした宮澤ひなた選手の活躍にも期待したいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。